こちらはエリザベス。同じくここの住人だ。エリザベスでございます。お見知りおきを。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。今からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき対価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。これをお持ちなさい。またお会いしましょう。調子どうよ。暇だろ。帰りどっか寄ってかね。そりゃお前寄るっつったろ。ああそうか、お前越してきたばっかだもんな。んじゃ案内してやるか。すぐそこだし行こうぜ。ここがポロニアンモールな。学校のやつらとちょっとどっか行くべーってなるとここだな。カラオケとかゲーセンとか、あと CD 見たりとか、あとあれよ、クラブ。ええ、行ったことありませんけどね。変わり映えしねえけど、まあ贅沢は言えねえよな。とりあえず CD でもあさって。新しいやつ出てんじゃんか。ここはやるしかねえ。見せてやるよ、俺のクレーンさばき。あっちくしょう。いやいやいや、絶対取ってやる。あっちとお前横から見てくれね。ああ、もう一回、もう一回だけ。お帰り。
どうぞ。様子は少々疲れているようです。着替えもせず眠ってしまった。ですがその他は昨夜と変わりありません。やはり興味深いね。彼はたとえ影時間への適性があっても初めはもっと不安定になるものだ。記憶が消えたり混乱したりね。今までの誰とも違う実に例外的なケースだよ。でもなんかこれじゃモルモットみたい。そう言ってくれるな。彼はクラスメートだそうじゃないか。同学年の仲間ができれば君も心強いだろう。我々にはどうしても力が必要なんだよ。それは分かってますけど。こちら作戦室だ。アキヒコか、どうした。すごいやつを見つけた。これまで見たこともないやつだ。ただあいにく追われてたな。もうすぐそっちに着くから一応知らせておく。それ奴らがここに来るってことですか。理事長、今日の監視はひとまずここまでに。我々は応戦の準備をします。頼んだぞ。明彦、大丈夫だ。それよりすごいのが来るぞ。見たらきっと驚く。面白がってる場合か。真田君、奴らなのか。はい、ただ普通の奴では。何この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室。武は、君は2階にいる彼を起こして裏から逃がすんだ。先輩たちは。ここで何としても食い止める。アキヒコ、連れてきたのはお前だ。責任は取ってもらうぞ。奴らの方が勝手についてきたんだ。まったく、何してる。早く行け、タケバ。わかりました。悪いけど説明してる暇ないの。今すぐこっから出るから。
にかく急いでるの。1階の裏口から外へ出るよ。あ、待って、念のためこれ持ってて。じゃあ一気に行くよ。よし、ここまで来れば。タケバ、聞こえるか？はい、聞こえます。気をつけろ、敵は一体じゃないみたいだ。こことは別に本体がいる。マジですか？ひとまず退却。でもどうしよう、正面玄関にも奴らがいるし、とりあえず上。襲ってきた化け物、シャドウ。待て。
やはりか。今のは。シャドウ、さっきのやつの破片から？オルフェウス！お目にかかりましたな。あなたは力を覚醒したショックで意識を失われたのです。おお、覚醒した力はオルフェウスですか。なるほど、興味深い。それはペルソナという力、もう一つのあなた自身なのです。ペルソナとは、あなたがあなたの外側の物事と向き合った時、表に出てくる人格、様々な困難に立ち向かっていくための仮面の鎧と言ってもいいでしょう。ペルソナ能力とは、心を御する力。心とは、絆によって満ちるものです。他者と関わり、絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。よくよく覚えておかれますよ。さて、あなたのいらっしゃる現実では多少の時間が流れたようです。
これ以上のお引き止めはできますまい。今度お目にかかる時にはあなたは自らここを訪れることになるでしょう。ではその時までごきげんよう。気がついた。気分はどう？ああ、よかった。やっと起きたよ。本気で心配したんだから。体の方は心配ないって、カルオみたいなもんらしいけど。あのさ、ごめんね。あの時は何にもできなくて。でも驚いた。すごいね、あの力。あの力はペルソナって呼ばれてる。それにあなたが倒した怪物はシャドウ。私たちの戦ってる敵よ。大丈夫、後でちゃんと説明するから。ごめんね、隠してて。さ、いきなりでなんだけどさ、私もね、あなたと一緒なんだ。私のお父さん、小さい頃事故で死んじゃってさ、お母さんとも距離が空いてて。あなたも一人なんでしょ。実は私、あなたの身の上いろいろ聞いちゃっててさ、私だけ知ってるのも嫌だし、話さなきゃってずっと思ってて。昔さ、この辺りで大きな爆発事故があったの。お父さん死んだのそのせいらしいけど、詳しい事情分かってないんだ。お父さんが勤めてたの霧城グループの研究所だったの。だからここにいればお父さんのこと何かわかるかもって思って、学園に入ったのもこの前みたいなことやってるのもそういうわけ。もっとも怖くてあのありさまだったけどね。私も初めてだったんだ、敵と戦うの。ごめんね、私が頼りないせいでこんな。本当？でもごめんね。それに起きた早々こんな話。待ってる間いろいろ考えちゃってさ、今までいろいろ隠してたし、まずは自分のこと話さなきゃって。でも聞いてくれてありがとう。誰かに話したかったんだ、ずっと。じゃあそろそろ行くね。目を覚ましたって知らせないといけないし。目が覚めたらすぐ退院できるって言ってたから、今日のうちに戻れると思うよ。じゃあね。If you wanna go ahead
ないの？違うっての。もういいかな。というわけで。さ、やっぱり今日は一緒に帰らない？うん、どうせ同じとこに帰るんだし、ちょっと心配で。昨日の今日で学校来て、帰りにまた倒れたりしたら大変でしょ？半分は私のせいだと思ってるから、それぐらいさせてよ。だからほら、行こう。無事到着。大丈夫そうでよかった。じゃあ私先に行ってるね。朝言った通り4階まで来て。もう理事長も来てると思うから。来たか。体の方は大丈夫そうで何よりだ。安心したよ。退院早々ここへ呼んだのは他でもない、君に話さなきゃいけないことがあってね。ま、かけて。あ、そうそう、前に名前だけは言ったと思うけど、彼が真田君だ。よろしくな。さて、いきなりであれなんだけど、実は1日は24時間じゃない。なんて言ったら君は信じるかい？
まあそうだろうな。しかし君はもう実際にそれを体験してるんだ。初めてここに来た夜のことを覚えてるか？あの日君はいろいろと不思議な体験をしたはずだ。消える街明かり、止まってしまう機械、道に立ち並ぶ棺のようなオブジェ、薄々は感じたんじゃないか。自分が普通と違う時間をくぐったこと、あれは影時間、一日と一日の狭間にある隠された時間だ。隠されたというより知りようのないものってとこかな。でも影時間は毎晩深夜0時になると必ずやってくる。今夜、そしてこの先もね。普通のやつは感じられないってだけだ。みんな棺桶に入ってお休みだからな。けど影時間の一番面白いところは見た目なんかじゃない。お前も見たろ、怪物を。俺たちはシャドウと呼んでる。シャドウは影時間にだけ現れて、そこに生身でいるものを襲う。だから俺たちでシャドウを倒す。どうだ、面白いと思わないか。秋彦、どうしてお前はいつも痛い目を見たばかりだろう。まあいいじゃないか、ちゃんと戦ってくれてるわけだし。結論を言おう。我々は特別課外活動部、表向きは部活ってことになってるけど、実際はシャドウを倒すための選ばれた集団なんだ。部長は霧城満君、僕は顧問をしてる。シャドウは精神を食らう、襲われればたちまち生きた屍だ。無気力症、君も聞いたことがあるだろう。我々はあれを影人間と呼んでいる。このところ騒がれてる事件もほとんどが奴らの仕業だろう。残念だが影時間に警察は機能しないな。実はごく稀にだけど、影時間に自然に適応できる人間がいてね。そういう人間はシャドウと戦える力を覚醒できる可能性がある。それがペルソナ。あの時君が使ってみせた力さ。シャドウはペルソナ使いにしか倒せない。つまり奴らと戦えるのは君たちだけなんだ。飲み込みが早くて助かるよ。要するに君に仲間になってほしいんだ。君専用の召喚機も用意してある。君の力を貸してほしい。よかった、あなた断るかと思ってた。ちょっと心強いかも。いやー感謝するよ、本当に。ああそうそう、君の寮の割り当てだけどね、このまま今の部屋に住んでもらうことにしよう。偶然のびのびになってたけど、こりゃ怪我の功名だね。偶然のびのびってあれは調子いいというか。我は何時、何時は我、何時新たなる絆を見出したり、何時愚者のペルソナを生み出せした時、我らさらなる力の祝福を与え。というわけで今日の話は以上だ。今後の活動についてはおいおい説明させてもらうよ。君たちもこんな週末の夜に集まってもらって申し訳なかったね。明日は日曜日だし、ゆっくりして。ではこれにて解散で。あれ、分かりにくかったかな。ほら日曜日はサンデーだろ。サンデー、解散で。やあ、元気かい？
前にもあったはずだよ。もうすぐ終わりが来る、なんとなく思い出したんだ。だから君に伝えなきゃと思って。そっか、ま、君がそう思うならいいや。実は僕にもまだはっきりとは分かんないしね。それよりとうとう力を手に入れたみたいだね。それもちょっと変わった力みたいだ。何にでも変われるけど何にも属さない力、それはやがて切り札にもなる力だ。君の在り方次第でね。初めて会った時のこと覚えてる？交わした約束はちゃんと果たしてもらうよ。僕はいつでも君を見てる、たとえ君が僕を忘れててもね。じゃあまた会おう。ねえ、いるの？いるなら下まで来て。真田先輩が呼んでるから。呼んできましたけど、どうしたんですか？わざわざすまない。紹介したい奴がいるんだ。おい、まだか？ちょっと待って。もう、純平？なんであんたがここに？紹介ってまさか。2年 F 組の伊織純平だ。今日からここに住む。どうもっす。今日から住むって、嘘！何かの間違いでしょ。この前の晩偶然見かけたんだ。目覚めてまだ間もないようだが、こいつにも間違いなく適性がある。事情は大体話してあるが、俺たちに力を貸すそうだ。適性があるって、それ本当なの？俺、夜中に棺桶だらけのコンビニでマジベソ書いてたらしくてさ。つか、正直あんま覚えてないんだけど、見られてたみたいで。恥ずかしい。でもまあ、なんつうか、最初のうちは仕方ないんだと。記憶の混乱とかありがちらしいんだよね。君たち、そういうのを知ってた？強がっちゃって。まあこれペルソナ使いの常識だから。けどさ、正直驚いたぜ。お前らもそうだって聞かされた時はさ。まあでも知ってる顔いてホッとしたっつか。さすがに一人じゃ不安じゃん。お前らもさ、俺っちが仲間になって本当んとこ嬉しいだろ？え、まあね。そういうわけだ。よろしく頼んだぞ。だいぶ戦力が整ってきたな。これで始められそうだ。お、早速何か始まるんすか？いやー、ワクワクするっす。これだけ頭数が揃えば、あの場所に挑める。あの場所ってタルタロスですよね？タル…なんすかそれ。影時間の謎を解く鍵がある場所だ、おそらくな。謎を解く鍵か。明日の夜、理事長から詳しい説明がある。そのつもりで準備しておいてくれ。ちょっといいか？今晩4階の例の部屋に集合してくれ。
伝えたいことがある。お、早速あれのことっすね。詳しい説明はその時にな。じゃあ伝えたぞ。ほんと要件だけ言って去ってったな。私たちと違って忙しいんでしょ、生徒会とかそういうのでさ。え、あれ、ユカリッチってキリチョウ先輩のこと嫌い？別に嫌いじゃないけど。さーて、ようやく終わったな。呼ばれたのって早速ってことだろう。早いとこ帰ろうぜ。まさかの人身事故で遅延とか。もう暗くなってるしよ。最近こういうの多いよな。無気力症とかいうのも流行ってるし、世の中ヤバすぎだろ。みんなもうついてるってよ。俺らも急がねえと。俺腹減ったんすけど。この商店街便利だよな。割と食い物揃ってるし、夜もやってるし。そういや、上のラーメン屋もさ、夜限定の裏メニューとかっつって。おお、分かってるって。よし、全員来たようだね。うっす、早速始めちゃいましょう。それじゃあちょっと聞いてほしい。我々の要するペルソナ使いは長い間キリジョー君と真田君の2人だけだったけれど、最近トントン拍子に仲間が増えて、今や5人にまで増えてる。そこでだ、今夜0時からいよいよタルタロスの探索を始めようと思う。昨日も聞いたんすけど、そのタルなんとかって何なんすか？タルタロスね。てか順平、あれマジ見たことないの？はて、見てなくても不思議はないさ。何せタルタロスは影時間の中だけに現れるからね。影時間の中だけ？シャドウと同じってことさ。面白いだろ。特別課外活動部はシャドウと戦うための集団だ。しかし影時間に現れるシャドウをただ闇雲に倒したところで根本の解決にはならない。その元を断つ、つまり我々は影時間自体を消滅させることを目指している。よくわかんねえすけど。じゃあそのタルタロスを調べりゃ影時間が消せるってこと？まだ確証はない。曖昧な答えで申し訳ないが、それを調査するのも我々の仕事だ。とにかく今は情報が欲しい。我々がそこで触れるものは全てが有力な手がかりになるだろう。だからタルタロスの探索は我々の最重要課題なんだ。シャドウは人知れずだが、確実に社会に影響を及ぼし始めてる。世界の命運は君たちペルソナ使いにかかっていると言っても大げさじゃない。責任重大っすね。やっぱ正義のヒーローは負けらんねえ。それに俺たちのスキルアップにもうってつけの場所だ。あそこは言ってみればシャドウの巣だからな。おお、シャドウの巣っすか。っていうか先輩、その体で行くんですか？明彦は怪我が治ってない。同行はしてもらうが、探索は無理だ。分かってるぞ。先輩の分は俺がバッチリカバーしますって。なんか不安だな。理事長はどうされますか？僕はここに残る。どうせほら、ペルソナは出せないしさ。
ここ？え、どういうことっすか？ここって学校じゃ。見てればわかる。ほら、0時になるぞ。これがタルタロス、影時間の中だけに現れる迷宮だ。迷宮って何なんだよそれ。俺らの学校どこ行っちまったんだよ。影時間が明ければまた元の地形に戻る。こんなでかい塔が丸ごとシャドウの巣ってかおかしいっしょ。なんだってうちの学校のとこだけこんな。先輩たちにもわからないんすか？ああ、きっといろいろあるんでしょ、事情が。わからなきゃ調べればいい。ここを本格的に探索するのは俺やミズリにとっても今夜が初めてだ。ワクワクするだろ。どう見たってここには絶対何かある。影時間の謎を解く鍵になるものがな。明彦、意気込むのは勝手だが探索はさせないぞ。うるさいな、何度も言うな。おお、中もすげえな。でもやっぱ気味悪い。ここはまだエントランスだ。迷宮は階段の上の入り口を抜けてからさ。まずは慣れてもらう。今日の探索はお前たち3人だけで行け。え、新人だけでですか？深入りさせるつもりはない。それに必要な情報は私がここから通信でナビゲートする。それとな、現場でのチーム行動を仕切るリーダーを決めておこうと思う。リーダー？それつまり探検隊の隊長？はいはいはい、俺俺。お前がやれ。なんですか、こいつ隊長っぽくないっしょ。あのね、彼はもう実戦経験者なの。え、マジ？確かにそれもあるが、選んだ理由はもっと簡単だ、純平。それに竹葉もだが、ペルソナの召喚、あいつのようにちゃんとできるか。もちろんす、バッチリ決めますって。私も大丈夫です。相手はシャドウだ。できなきゃ話にならないぞ。はい、分かってます。よし、行ってこい。準備はいいか、リーダー？頼もしいな。どうしたの？お待ちしておりました。いよいよその力使いこなす時が訪れたようですな。今から挑まんとする塔は果たしてなぜ生まれ、何のために存在しているのか、
残念ながら現在のあなたではまだ答えを導くことはおできにならぬでしょう。だからこそ進まれる前に知っておかれるがよろしい。ご自身の力の性質というものをね。あの扉はここへの入り口です。もっともあなた以外には見えぬものですがね。あなたの力は他者とは異なる特別なものだ。いわば数字のゼロのようなもの。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れず掴み取るのです。あなたの力はそれによって育ってゆく。よくよく心しておかれるがよいでしょう。さて、いよいよ私も忙しくなりますな。次からはご自分の意思で扉を開けてここへ来られるといい。その時こそ私の本当の役割、あなたへの手助けについてお話ししましょう。では再びまみえる時までごきげんよう。ちょっと大丈夫？どうしちゃったわけ？ぼーっとしちゃってさ。あ、扉？わけわかんねえな。夢でも見てた？なんかぼーっとしてたよ。つかリーダーなんだからさ、寝ないっしょ普通。ついてくからさ、とにかく行こう。リーダThank you.
ちょっ。